こんにちは。スタイリストのもやむしゅんです。今回の動画では、大人の夏靴ベスト5というテーマで、皆さんに動画をお届けしてみたいなというふうに思っています。それにしても暑いですね。こんなに暑いと、なかなかですね、ファッションについて考える余裕がない方も少なくないかなと思ってるんですが、まあ、今回はですね、靴というところをテーマにしながら、まあ、せめてですね、この5パターンを覚えておけば間違いないだろうというところですね、皆さんになるべくわかりやすくですね、解説をして をしててみたいいいなという,ふうに思っています、まあ、正直ですね、今回5パターンご紹介するんですが、この中で、せいぜいですね、2、3パターンぐらいあれば、十分にですね、夏は回すことができるんじゃないのかなと思うので、ぜひ皆さんにはですね、今回の動画を参考にしながら、新しい靴をですね、新調していただければなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは、大人の男性に向けて、メンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしています。もう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートに に関しましては僕がもう一つ運営してます youtube のですねメンバーシップチャンネルの方で解説をしてますので気になる方はですねこちらの動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますのでそちらからチェックをしていただければなというふうに思っていますそれでは早速行ってみましょう はい。ということで、ここからはですね、具体的に靴をご紹介したいなというふうに思ってるんですが、まあ、どういう順番でお伝えしようかというと、カジュアルなものからだんだん綺麗めになっていく、こんな感じがですね、わかりやすいかなというふうに思ってるので、一番最初にですね、ご紹介したいのは、サンダルですね。もうサンダルはこれでしょうというものが僕の中では決まってまして、えー、皆さんもご存知だと思うんですが、こちらです。 手羽のサンダルですね。はい、ちょっと近くでお見せしたいなというふうに思います。はい、こんな感じのですね、カジュアルなサンダルなんですが、これはここ数年ですね、もう定番的なサンダルになってきてまして、まあ、トレンドから定番へ移り変わってきているのかなというふうに思っています。まあ、普通のサンダルに比べると、まあ、デザイン的にはシンプルではあるんですが、そこが厚いのと、あとは足首でフォールドするような形になっているので、意外と歩き心地もいいのが手羽のサンダル かなといいう,うに思っていま,すまあこれまでですね、定番的なサンダルといえば、僕はビルケンシュトックのですね、アリゾナをあげることが多かったんですが、それはそれで僕は履いてるんですけども、あくまでワンマイル的な使い方の方が多いんですね。アリゾナはサクッと履けるので便利なんですけども、やっぱりその分カジュアルなので、ちょっとしたお出かけの時に履くには、まあ手羽ぐらいの方がややトレンド感もありつつ、少し綺麗な感じは漂うのかなと思っています。まあこういったサンダルもね、結構値段安い 安く売ってますので楽天ですとか様々なサイトで見ていただけるといいかなと思うんですがまあ、大人の男性にもですね使いやすい鉄板のですねサンダルなのかなというふうに思っていますまあ、もちろんですねこういった手羽もいいんですけど他に似たようなものだったらスイコックというブランドがありましてまあ結構手羽がですねいろんな方が履いてるので人と被るのが嫌だという方はスイコックという選択肢もあるかなと思いますしもしくはですね先日グリーンレベルさんとのコラボレーションの動画で

キーンのユニークというシリーズがあります。これもですね、一応サンダルの枠組みかなと思うんですが、まあ本当にシンプルなコードで構成されたような一つのですね、サンダルになってまして、これまた素敵なので、この中の3つですね、手羽なのか、もしくはスイコックなのか、もしくはキーンのユニークなのか、このあたりでですね、カジュアルなサンダルを持っておくと、まず間違いがないかなと思うので、まず1つ目、サンダルをですね、皆さんにご紹介させていただきました。 はい。続いて2点目なんですけども、これはですね、ちょっとデザイン的にはエッジが効いてるんですが、こちらですね。はい。ナエキのですね、これはエアリフトというスニーカーなんですね。 面白い形してますよね。つま先部分がこう足のように分かれてるような、まあこれスニーカーとサンダルの間ぐらいのアイテムなんですけども、これをですね、今年買って結構個人的には気に入ってよく履いてるんですが、まあかなりですね、先進的なデザインのように思うかもしれませんが、リリースされたのは1996年、もうかなり昔ですね。まあ僕ら世代だとですね、まさにスニーカーブームの真っ只中にですね、このエアリフトというモデルが 登場したわけですね、まあ、当時からしてもですね、だいぶぶっ飛んでいたんですが、いまだにですね、やっぱりデザイン的には特徴的で違和感を感じる方も少なくないかなと思うんですが、まあ、以前に比べるとですね、だいぶ目が慣れてきたという方も増えてきたモデルかなというふうに思っています。主に短パンのスタイルですとか、あとはスラックスに合わせても外しのような感覚で意外と相性が良かったりするので、僕はですね、そこまで着こなしを問わずに使ったりすることが少なくない ですね、まあカラーリングに関してもブラックとホワイトの2色のみのですねシンプルな配色になっているので意外と使い勝手がいいのかなと思いますし夏の着こなしって結構退屈に見えがちなのでそんな時にちょっとした癖だとかそういったものをですね取り入れてあげるとだいぶ面白さが出せるのかなと思うのでこのエアリフトなかなか良いんじゃないのかなというふうに思っていますまあ値段もね決して高すぎないので一つトライをしてみるのもいいかなと思うのでまあベーシックなですね 厚靴というわけではないんですが、トレンド感を楽しみたいだとか、今年はちょっと冒険をしてみたいという方にはですね、エアリフトはなかなかいい選択肢かなと思うので、今はですね、なかなかサイズがないかなと思うんですが、まあ、いくつかリンクも載せておきますので、よかったらチェックしていただければなというふうに思っています。 はい、続いて3点目なんですが、これはですね、かなりオーソドックスなデザインになってるかなと思います。こちら、リビエラのですね、スリッポンですね。前動画でもお伝えしていますアイテムなんですが、 これはですね、まあ年代層で言うと30代後半から40代の男性にはおすすめかなというふうに思っています。まあスニーカーなんですけどもスリッポンでメッシュ状になっているのですごくですね、軽快な雰囲気で履きやすいかなと思っています。まあこのようなリビエラって結構ですね、波があってなんかすごく旬な時もあればちょっと最近見ないなという時があったりしてでもですね、今年は割とリビエラがですね、いろんなショップで並んでいたのでまた旬な時が来たのかなと と思っていますデザイン的にはですね本当にベーシックなですねスリッポン型になってまして特に大人の男性には似合いやすいかなと思うんですねもちろんですね先ほどの手だとかそういったサンダルもいいしナイキのですねエアリフトもいいんですがちょっとデザイン的にはカジュアルなのでもう少しきれいめに振った方が大人の世代には似合いやすいかなと思うのでそういった時にはですねなんだかんだでリベエラは使い勝手がいいんじゃないのかなという風うに思っています結構ですねカラー展開 が豊富なんですねリビエラはですので楽天なんか見ると迷ってしまうかなと思うんですが個人的にはやっぱりですねこのネイビーに対して白のですねソールがついているものが一番ですね清潔感があって使い勝手もいいかなと思うのでこちらチェックをしていただければなというふうに思っていますまあ前面がメッシュで裏の方がキャンバス地でこのリビエラのですねロゴもまたすごくバランスがいいので大人の男性が履くのであればこの一足はまず間違いがないかなと思うんです チェックしてていいいいただければなという,ふうに思っていますはい、続いて4点目なんですがこれはですねここ数年外しちゃいけない選択肢に浮かび上がってきたかなと思うアイテムなんですがこちらですね。 グルカサンダルというようなアイテムになっています。まあ、サンダルといえどもですね、まあ、素材がレザーで作られているので、すごく上品な見た目になっているかなというふうに思っています。まあ、中にはですね、こういったものを初めて見るという方も少なくないかなと思うんですね。まあ、ベーシックなアイテムというよりは、やっぱりこれまたですね、アクセント的な要素として使うにはすごくいいアイテムかなと思ってるんですが、レザーの綺麗さとサンダルのカジュアルさをですね、 ミックスししたよううななアイテムででこれれが使ええるととすすすねややっっぱり足元はおしゃにに見いいいか思てま僕が今思ってるのはですね、まあ、GU の話題になってるグルカサンダルなんですね。まあ、GU って結構様々なシューズをやってるんですが、合皮のものが圧倒的に多いんですね。ですが、こちらはですね、リアルレザー、本革を使ってるんですね。それが僕にとってはかなり意外性があったわけなんですが、それでいて価格も抑えめで、まあ、デザインもですね、バランスがですね。 がかなりいいんですね。 本当にですね、2万円未満でこういったグルカサンダルって色々売ってるんですけども、正直その中でもピカイチに形は綺麗です。まあ、レザーの質感もですね、めちゃくちゃ高級感が漂うかというと、そんなことはないんですが、かといってなんかチープな感じが漂うのかというと、そんなことはないんですね。金具の部分もそんなにチープさもないし、全体のバランスで言ったら、これがですね、5000円前後で買えるいのは、驚愕ですね。本当にいいかなと思うので、大人の の男性がグルカサンダルをですね、トライするのであれば、まあこれはですね、おすすめできるんじゃないかなというふうに思っています。まあ、僕自身もですね、グルカサンダルの存在は前々から知っていて、例えばパラブーツですとか、ジャコメッティだとか、このあたりが代表的なんですが、どちらもですね、5万円前後だとか、ジャコメッティに関しては確か多分10万円近かったと思うんですね。なかなか買えるようなものではなかったんですが、このあたりの自由のですね、グルカサンダルであれば、結構気軽にトライしやすいかなと思うので、ちょっとトレンド を楽しみたい大人の男性にはこれもまたお勧めできるかなと思うので選択肢の一つとしてぜひ覚えておいていただければなというふうに思っていますはい続いてラスト5点目のアイテムなんですがこれはですねもう鉄板で面白みもないかもしれないんですが白系のレザースニーカーですねはい。 これはですね、ジャーマントレーナーですね。まあ、これまたですね、いろんな白レザースニーカーというものがあるんですね。まあ、本当にですね、定番的なアディダスのスタンスミスだとか、スーパースターだとか、そういったものもいいかなと思いますし、セレクトショップのオリジナルですね、ビューティーユースだとか、あとはナノユニバースだとか、こういったところの白レザースニーカーもありますし、まあ、ジャーマントレーナーのような少しですね、コンビネーションになっていて、デザイン的にも面白みが若干加わるようなもの、いろんなものがあるんですが、まあ、個人的には今回、 トレーナーナを上げさせていたただきました、まあ、こういった白系のレザースニーカーというのは足元が華やかでパッと明るくなるので1個あるとやっぱり使い勝手がいいんですね素足風のソックスと合わせていただければまさにですね春夏の鉄板として機能してくれるので今までですねご紹介した4足に比べると季節感という意味ではそこまで夏らしいというものではないかなと思うんですが春夏もしくは1年間通して使えるようなアイテムなのでまあこれはですね 一つ軸足として持っておいて損はないのかなというふうに思っています、まあ、先ほどまでご紹介した靴が結構暗いトーンだったので1個ぐらいはですね明るいものを入れてもいいかなと思うので是非ですね白系のレザースニーカーもですね黒のスラックスですとかあとは短パンとかにも相性がいいかなと思うので是非こちらもチェックをしていただければなというふうに思っています はい。ということで、今回の動画では、大人の夏グッズベスト5というテーマで、皆さんに動画をお届けさせていただきました。結構ですね、特徴が大きく分かれていて、 ベーシックで使いやすいようなリビアだとか、あとは白レザースニーカーというものがあり、それ以外は手羽のサンダルだとか、苗木のエアリフトだとか、グルカサンダルだとか、こういったトレンドによったものなんですね。ですので、この2つ、どちらの方が好きなのかはですね、結構人によって分かれるかなと思いますし、年代によっても正解の形が変わってくるかなと思うんですね。まあ見ていただいている方が30代前半の方とかであれば、僕はトレンド感のあるものがすごくいいかなと思います。 思うんですが、40代以降の方であれば、まあベーシックなものが使いやすいかなと思いますし、それぞれ一足ずつ持っておくとすごくバランスが良かったりするかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、今回の動画を見た後に、どれが自分のファッションに耐えてないのかなというところを検討しながら、 解足していただければなというふうに思っています。これからもですね、こちらのチャンネルでは大人の男性に向けて、メンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説したいなと思ってますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。 大山旬のメンバーシップチャンネル。